ていうかあれだね、オレギ、ミランオレギ取るんでしょ、絶対ベロッティじゃん。その二択絶対ベロッティじゃないっていうさ。オレギみたいな。どうなんだろうね。ミラン好きって言ったし、ベロッティイタリア代表じゃん。いやーこれ、飛ばしじゃなくて本当にオレギ、ベロッティよりもオレギ行ったらすごいけどね。ただ最近のオレギの状況わかんないから、僕が知ってるベロッティと僕が知ってるオレギだったら絶対ベロッティですけどね。だって、だからスアレスみたいな感じですかね。でも、スアレスほど何でも決めるみたいな感じじゃないけど、スアレスより守備するみたいな。それがベロッティだから。オリギー、バルサ戦で飯食ってる感じしますよね。ベニティスが CL 優勝で飯食ってるみたいな。Thank you.